ホリールード宮殿。ホリールード宮殿。パレス・オブ・ホルルドは、スコットランドのエディンバラにある宮殿。正式名称は、ホリールードハウス宮殿。ザ・パレス・オブ・ホラード・ハウスである。1128年に、デイビッド一世によって建てられた寺院が前身である。15世紀から、スコットランド国王夫妻の住居として使われてきた。現在、 宮殿はエリザベス二世の下記の滞在地として使用されている。1128年にデイエビッド一世が宮殿を建設させた地には廃墟と化したアウグスティヌス派の寺院があった。寺院ではかつて多くの戴冠式や王族の結婚式が挙げられていた。修道院の屋根の一部が廃墟のまま現在も残っている。寺院の礼拝堂はイングランド王ジェームズ二世イコール スコットランド王ジェームズ7世の時代に群衆により破壊された。1691年、当時の新しいカノンゲート教会は地元教会区の主教会として寺にとって変わった。現在、エリザベス2世はホリールード宮殿滞在の際、カノンゲート教会で礼拝を受ける。15世紀、現在の宮殿北側にゲストハウスが建てられた。宮殿建設前には、 スコットランド中世の王たちの多くがここに泊まったが、15世紀後半から宮殿は王の住居となった。ホリールードで1430年に生まれたジェームズ2世はここで退官し結婚している。1498年から1501年までジェームズ4世はホリールードを言葉通りの宮殿にすべく新しい建築物を建てた。宮殿は寺院の西側の回廊に位置し、 四角形に建てられた。礼拝堂、ギャラリー、王族の居室、大ホールを含む。礼拝堂は現在の北部分にあり、女王の支室は南部分にある。宮殿の玄関と王のロッジは西側である。ジェームズ五世は1528年から1536年の間に現在の北西塔を加えた。この塔にはかつてメアリー一世が住んでいた部屋がある。 ほとんどの部屋の木造の天井は、メアリー一世の知性からあり、MR、マリア・レギナと、IR、ジャクバス・レックスというモノグラムが記されている。MR は、メアリー一世、IR は、長男・ジェームズ六世、一世を意味する。メアリーとフランソは二世の結婚を記念して作られた、紋章は1559年に刻まれたと、信じられているが、1617年からあることが、 わかっている。越見の間と女王の寝室は、二つの衝灯のある、部屋である。北側の衝灯の部屋では、1565年3月9日、メアリーのいる前で、彼女の秘書、ダビド・リッツィオの殺害が行われた。その後何世紀も、旅行客は床に染みたリッツィの結婚を見ることができた。ジェームズ6世が1603年に、イングランド王位につくためロンドンへ去ると、 宮殿はもはや半永久的な王宮の座ではなくなった。ジェームズが再訪したのは1617年である。チャールズ一世は1633年に訪問し、ホリールド総院でスコットランド王として退官した。1650年、事故か策略のどちらか不明だが、宮殿はオリバー・クロムウェルとハイカの兵士らが滞在中に炎上した。クロムウェルは宮殿を 再度建て直したが、彼の再建部分は、チャールズ2世の命で再度建設し直され、1671年から8年かけて、建築家、ウィリアム・ブルースの手で、現在の形にされた。ジェームズ7世、2世はカトリック排斥の結果、軍の職を解かれ、1679年から1682年まで、ホリールードに住んでいた。1707年の後、宮殿は、 スコットランド貴族の議員選出の場として使われた。チャールズ・エドワード・スチュアートは、ジャコバイト運動の盛り上がった1745年の5週間、ホリー・ルードに滞在した。フランス革命が勃発すると、ジョージ3世は、ルイ16世の弟アルトワ・ハク、シャルル、後のシャルル10世をホリー・ルードに住まわせた。シャルルらが王座を追われ2度目の亡命を図ると、 1830年から1832年までホリールードに再び暮らしオーストリア帝国へ移っていった。現代になると王は少なくとも宮殿で一週間滞在している。現女王エリザベス2世は公式行事の一環でスコットランドを訪問すると必ず滞在する私的滞在にはバルモラル宮殿を利用する。この利用法は1999年に スコットランド議会が成立してからのことで、プリンス・オブ・ウェールズ・チャールズ、アン・オージョライギリス王室のメンバーがしばしば滞在する。一時は、スコットランドとつながりのある王女アンが自身の住居にするのではないかと広く期待されていた。宮殿において、エリザベス2世は、スコットランド上級賞と面会する。イギリスが EU の議長国であった時、欧州会議がここで開催された。 エリザベス2世や王室メンバーの滞在がない場合、宮殿は一般に公開される。1646年に、チャールズ1世が初代ハミルトン公爵、ジェームズ・ハミルトンをホリールードの管理人に指名して、以来、現在までその子孫が世襲して、ポストを守っている。この職は、スコットランド宮廷における称号の一つとなっている。 ホリールードハウスを囲むホリールード公園の管理人は別の称号となっており、こちらはハギントン博科の世襲である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。